ひろみのまるっとガジュマル。皆さんこんばんは。タチャーニーハオ、タチャワンアン。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。さあ11月の11日、一揃いですね。月曜日8時を過ぎました。 FM 小座さんからお届けしておりますひろみのまるっとガジュマル。この番組は台湾と日本のハーフでシンガーソングライターとして活動しておりますひろみの毎月第2月曜日夜8時から9時までお届けするひろみのまるっとガジュマル。ぐっと私のいる東京も秋はどこっていうぐらいになんだか冬のような寒さになってしまったんですけども、戻ってくるんでしょうか秋。さあ1曲目はそんな恋しい秋を思い浮かべてひろみのこの曲で、逆さもみじ。花が咲いた夜は目を覚ま
湾系 J-POP シンガーソングライターひろみ、ニューシングル朋友心のふるさと好評発売中。へんよ朋友、おみやさん、ありがとさん。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガチマル、ひろみがお届けしております。この1ヶ月はですね、非常に濃かったですよ。台湾でまずテレビの撮影のお仕事と、そしてイベントですよ。毎年秋、今年は1月の1、2、3、4にね開催された台湾台中市 in 名古屋、私も番組で何回もオンエアしているデラさんがねテーマソングになってますが、その台湾台中市が5周年記念なんです今年で、名古屋と台中が観光パートナーを組んで、これまた5周年目ということで、名古屋市が今年は大きなことをやるぞって言って、まず開催したのが台中での名古屋夜市デラ市というイベントですね。台中駅の古い方の駅、数年前に新しいね台中駅ができて、で古い方は今のイベントスペースだったり、大きな広場昔のまま展示してたり、あとは線路もそのまま列車もそのままにして列車の中で販売品したり、プラットフォームではこうマルシェが行われたりというとても素敵な空間になっているんですけども、そこを出ますとね大きな広場があるんです。その広場とまっすぐ進んでいくスズラン通りというね通りがありまして、そこで台中名古屋夜市デラ市が開催されました。いやー、今までね何度か台湾でライブしてきて野外イベントもありました。でもそのほとんどが台北だったんですね。いつか台中のイベントでも歌いたいということで今回叶ったんですよ。本当にもう応援してくださる皆様と、特に名古屋関係者の皆様のおかげで今回は念願自分のふるさと地元ですねでねライブができました。大きなイベントだったのでたくさんの台湾の方、台中の方が足を止めて聞いてくれて、そして何よりも、家族と、高校の同級生、ね、たくさん応援に駆けつけてくれました。すごく嬉しかったです。そう、もうみんなもね私が活躍してくれるのがとても嬉しいみたいで、こう一緒になって喜んでくれて応援してくれて、それがねまた力になりましたね。今回はひろみ名古屋の観光大使ということで、他にもねおもてなし武将隊の皆様と、土祭りの女王の皆様、そして、アイドルの OSU の皆様とね一緒になって台中で名古屋の PR をいたしました。でお店もねたくさん名古屋の染め物だったり食べ物だったり、伝統を伝えるもの PR とたくさんね出店して、とにかくお天気にも恵まれててか恵まれすぎて、もうもはや夏のような暑さで朝からね汗が止まらなかったんですけども、そのね前日までねもっと南の台南行ってたんですよ。台南の方が涼しいじゃんっていうぐらいねお天気にも恵まれて、いやもうね楽しかった、やりきったっていうね思い出ばっかりでね、そうなんかね大きな長い道をねみんなで歩くパレードもありました。なぜか私が一番前になってね、そう手を振りながらお客さんもねキャーとかパシャパシャって撮ってくれるんだけど、大丈夫かなみんな、このひろみが誰だか分かってくれてるのかなって思いながらもね、ニヤニヤは止まらず、なんだかこう一生分のね芸能人気分を体験させていただきました。ありがとうございます。そしてもうメインはねライブでございますよ。今日まるっとガジュマルではこの後初オンエアになりますが、今回その5周年を記念して作った曲がこういう朋友心のふるさとをね、一足早く台中でお披露目して、そして、デラザンも歌いました。
あの出演者さんみんなが言ってたんだけど、あとあそうそう名古屋からもね、東京からもファンの皆様来てくださって、もうそれも嬉しかったです。で台湾の方のねノリの良さにやっぱ皆さん驚いてました。私も久々に台湾でライブして、なんてノリがいいんだろうっていうコール&レスポンスもめちゃくちゃしてくれるし、一緒に踊ろうってなると踊ってくれるんですね。でね面白いのが、結構ね踊ってくれるのはねおばちゃまが多いんですよ。なんかこれもまたね文化の違いなんでしょうかね。なかなか日本だとさやっぱり男性の方がなんだかこう踊ってくれる、あと子供とかねが多い気がして、台湾はねおばあちゃんがね誰よりもノリノリにねまずはスタートしてくれるんですよ。そう声出しもそう、男性よりもね女性の方が大きいんです。そうそうそう、でデラデラザンね踊ってくれるし、あとデラですよ、これも大きな声で歌ってくれて、あれほどまでね台中の駅前でデラデラ聞こえるイベントはねないですよ。本当に名古屋の関係者の皆様喜んでくれてね、それを。そうで、あとは発売したシングル CD のカップリング曲にもなっているカレンの歌ですね、これもちょっと中国語で MC を交えて歌って、ずっと台湾でも作ってからね台湾でも必ず歌いたいなと思ってたのがこんな早く叶って、どんな反応してくれるんだろうと思ったら、思った以上にこう聞き入ってくださって、で日本語の歌詞の後に原住民の言葉が出てくるんですけども、そうすると日本だとね圧倒的に分かる方はほぼいないと思うんだけど、台湾だとやっぱりいるので、そうするとまたこうなんていうのが、なんかなんていうの、空気感が変わって、ああこれは台湾でも多く歌っていきたいなって思った曲です。はい、というわけでみんなで盛り上げて、そして翌週は、毎年恒例の台湾台中市 in 名古屋、今回はですねプレオープンと、本番初日はねなかなかの大きな雨でね、ステージも大変だったし、あとはメイリーでも出店して、まあ、他の出店者さんも含めみんなのなかなか大変でしたね、お客さんの出足もね。ただ本番、まあ、始まってから3日目4日目はものすごくいい天気に恵まれて、1、2と来れなかったお客様が行くぞって感じで来てくれたので、もう会場がもうパンクするんじゃないかというぐらいのねお客様が特に3日目は来てくださって、ステージもたくさんの方が聞いてくれて、でペンヨーのミュージックビデオもね今もう YouTube の方で公開されているんですけども、正式なお披露目会も多くの方が見守ってくれる中無事に終えることができました。台中市のね大きなスクリーンで映し出されるミュージックビデオ、そばで見ていたんですけども、やっぱ自分のスマホだったりパソコンのね画面で見るのにははるかに大きくて、なんかジーンとしました。そうまだ今年ね初お披露目なので、最後の部分はねみんなで歌いたい場所で、まだまだちょっとこうやっぱねやっぱり日本の方の方がシャイな方が多くてねすぐには大きな声で歌えないんですけども、これから大切にたくさんたくさん歌っていって、来年の台中市ではね今年よりもさらに大きな皆様の歌声が聞こえるといいなって思っております。ということで台中での名古屋夜市、名古屋での台中夜市、本当に充実したね日々とライブとお客様との触れ合いと出店者皆さんとの触れ合いとか、なんかまた来年やると思うんですね。来年か寂しいなっていうのがね台中市のねフィナーレの時でした。なんか毎年寂しいんですけど、今年は台中からイベントは続いてたし、しかもなんといっても普通1ヶ月ぐらい話すとこう1週目と2週目だったから、まあ大変だったんですけども、その分濃かったから寂しいっていう気持ちがね溢れて、今なおねミュージックビデオ見ながら思い出したり、イベントの写真見ながら
ニヤニヤしたりしております。番組でもねそんな気持ちが伝わればなということで、来年皆さんぜひ台中名古屋とね遊びにいらしてください。ではまるっとが始まる初オンエアとなります。この間新しいシングル CD が発売されまして、そして、その中の曲で、台湾台中市in 名古屋の5周年、そして名古屋と台中観光パートナーを組んで5周年記念の曲朋友心のふるさと、そして CD のカップリング曲でありますカレンの歌、2曲続けてどうぞ。すれ違った空を揺らめく青い龍がお出迎え、ルロハンのさえずりに包まれて全身で深呼吸、鉄装家の前で笑い合った夕日に残る足跡がほんの一瞬だとしても
の風が吹く。花莲的歌，蜜香红茶，優しく摘んでご褒美茶茶。雲が台湾カフェ通信。はい、ひろみのまるっとがじまるほっと一息台湾カフェ通信の時間です。このコーナーでは台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみが副店長を務めております東京都世田谷区の下高井戸台湾カフェメイリを通じて台湾の食べ物や飲み物、そして台湾のホットな話題をお伝えするコーナーです。それでは今日も店長の小山さんと一緒にお伝えしていきます。小山さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はですね、もうあれですよ、イベント終わりで今年も出ました、台湾台中夜市 in 名古屋。お疲れ様でございました。ひろみもお疲れ様でございました。お疲れ様でした。今年はメイリーのあの可愛い社員ちゃんも一緒に連れて、本気のメイリーということで、テントも、本気のメイリーでした。テントも2個借りてね。2個借りました。はい。ギリギリまで1個しか空いてなかったんですよね。コンベクションオープンも借りました。そうですよ。あれ、あの冷凍庫も借りました。はい。たくさん借りました。たくさん借りて。とっても費用がかかりました。たくさん売れましたよ。台風がなければもっとが売れた。雨ですね。雨か。はい。今回はあれです。いつもあの台中夜市では、まあ、野外で設備も整ってないということもあって、あと人手も足りないので焼き菓子とドリンクが中心だったんです ね。人気はパイナップルケーキですね。はい、はい、1000個ほど完売してい いただけるパイナップルケーキなんですけれども、今年は多くの百貨店でも修行を積みまして、さあ野外でもちょっと出したいものを出してみたいなということで、ブンブン言わせてみたかったんですよね。ブンブン言わせてみたかったの。そう、ブンブン言わせて、はい、胡椒餅とね、確か他にその本格胡椒餅出してるお店がなかったっていうのがあって、なかったね、胡椒餅と、毎年台中市の時期はちょっと昼間は結構暑くなるということで、ね、マンゴーかき氷ね、はい、でコンベクションオーブンっていうね、大きいオーブンはあの、ね、普通にレンタルしてないので自分で頑張って探し出して、なんだから結構あのお客さんがさ、ブースのとこ通ったり待ってる間に中見て、すごい、あのオーブンでここで焼いてるのっていう声がね聞こえてきましたよ。そうなんですよ。そう、オーブン借りてよかったね。そう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 。でも来年なくなっちゃうかもしれない。オーブンが一番高かったから ね。お金の話はいいんですよ。オーブンはね、はい、あれはね、うん、名古屋特殊仕様でね、うん、まさか名古屋もあのなんだっけ、
三相電気ってのはなんかまた別の電源が必要らしくてね、うん、それそうお金の話になっちゃう、ね、まあ、要はとてもかかったっていうことですよ。あの胡椒餅を出すのにね、来年出せるか分かりませんよ。胡椒餅ってのはレアなんで、あの体重優位に関しては本格的に出そうとしたらね、そうそう、はい、まあ、無事に出せて、いい、ね、無事にあの出せたおかげで、あのメイリーブースあたり一面あのすごくいい香りでしたから ね、あのちょっとこう焼いたり炒めたりする揚げたりする飲食店からは間が空いて、スイーツコーナーの中にメイリーあったじゃない、割とだ隣がタピオカ屋さんで、その隣サンドイッチ屋さんと同派屋さんだからさ、だからあのメイリーあたりのあのなんていうかスパイスの香り充満してましたね。臭豆腐との戦いだったねそう、今年はね、あの臭い豆腐と書いて臭豆腐っていうのも出てて、食べました小山さん？食べませんでした、時間ありませんでした。そうだよね、あれ美味しそうでしたよね。美味しそうでした。それあんなに離れてるのにメイリーブースはたまた私がステージに立ってる時まで香ってきましたからね。うわ、そうなんですよ。まあそんな頑張って胡椒餅もいっぱい焼いて提供して、かき氷もね、初め2日間は雨で寒かったから1日1個とか5個とかだったんだけど、ね、こりゃだ大変だまずいぞと思ったら3日目からねたくさん出てくれて、結構胡椒餅もかき氷も美味しいと言ってくださって、商品リピートしたり多かった ね、あとは胡椒餅が美味しかったから、じゃあパイナップルケーキもきっと美味しいだろうって言って追加で買ってくれたりとか非常に多かったです ね、あとは連日来ておかわりしてくれる方とか、ね、初日の雨の中で買ったらすっごい美味しくて家帰って食べたら行って3日目にまた買いに来たって方も結構いらして、リピーターが多いっていうのはね、屋台系でね、うん、リピーターが多いっていうのはねすごいんよ。すごいんですか？そうなんです。イベントっていうのはとりあえず買ってみようって言ってね、うんうんうん、だいたい結構後悔するパターンが多いんですけど。そんなことないけど、うん、いやほら多いんですよ屋台系だと、うんうん、まあ見本と違うとか思ってたよりも、ね、まあ、名古屋に関しては全然違う、ね、うん、そう見本と違うっていう。そう、体調位置はいつもね商品 のレベルすごい高いですよ。レベル高いから、うん、まあ、どっちにしろ屋台でこうやってリピーターがつくっていうのはね、うん、すごいんですよ。しかも当日中についちゃうとかね。あとメイリー出るのは4回目になる、初回は出てないから4回目ですね、うん、毎年のリピーターも増えてますね。ね、去年パイナップルケーキ買ってすごく美味しくてここのがもう一番好きになって今年も買いに来たって方もたくさんいました。なんかでも4年ぐらい連続で来てたお客さんがちょっと今年、うん、あれ今年見なかったなっていう人もいたから引っ越しちゃったんだろうね。そうなんですか？なんか寂しい。いや、わかんないよ、気づかなかっただけかもしれないよ。そういうこと？だって行列のできないメイリーであんなに行列できましたからね。そんな行列出てる時に絶対そんな見えてないでしょお客さんの顔。確かに。でしょ？見てなかったね。そうだよ、私自分がレジやってる時はほとんど下向いてましたよ。お客様をスムーズにこう案内するっていうので。確かに来てたかもしんない。そうですよ。そうだわ、今回そんなに人の顔見てないわ。焼き菓子も去年よりも圧倒的に販売できましたからね、うん、はい。ほんとさ、うん、なんかもうあんなに人来るとさ、朝仕事始まってさ気づいたら本当暗くなってるよね。なってましたね。日曜日の雨が豪雨が終えてやっとの晴れの、しかも翌日が休みである日曜日12時にはい開演ってやってから、私ステージ夕方でそこまでずっとやって、で夜の9時に終わるんだけど気づいたら9時でしたね。なんかさ休む暇がないとかじゃなくてさ、もはや水飲む暇もなかったよね。そう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 、マジ水も飲めなかったよ、ね、日曜日すごかった ね。しかもこれ何がすごいかっていうと、うん、3人最大3人たまに2人で回してるわけだけど、うん、それでさ売り上げでさすごくない？すごいね。だって他のブース見てみさ、お金の話ばっかりしてる。ちょっともうちょこれ台湾の文化食文化を伝えるコーナーですよ。でもいいですから思い出して、隣となんかめっちゃ行列できてるところとかさ8人体制とか10人体制だよ。
いやそこはだって注文が入ってから茹でたり炒めたり揚げたりで、メイリーの場合は胡椒餅だからさ、もうあの一気にだって60個焼ける効率よくできたってことですね。はい、すごいよね、すごいです。もうあと5人いたら本当行列作んなくていいって。そしたらちょっと人気ないのかなってなっちゃいますから。毎年そうじゃん。そうですよ、百貨店で学びましたよ、多少の行列は大事だっていうことに、ね、大事、いつも作ん、はい、でも作んないんですよ。来年は作らないようにしたいもんですね。いや、あのぐらいはあってもいいと思いますよ、うん、まあね、はい、楽しいよね、楽しかったですね、行列っていいね、はい。では初日にいろんな店舗回れたと思うんですけど、ちょっとその話は後半にしようかな。はい、はい、もちろん台湾 の文化と食文化伝えてくださいね。はい、はい、では台中夜市を思い出してこの曲いきましょう。小山さんも一緒に踊ったあの曲です、デラッツァン。おはよう一言送る、踊る指先、思い出たどる視線の先に、見たことのないモーニング、好きかな好きだろうな、この街の朝はとても早い、お疲れ一言声が聞きたい夜、右手にはキュッキュッキュッとタピオカを、左手はいつも開けてあるの、いつまで離れ離れ、この街の夜はとても長い、
赤い提灯手招きしてる漂う香りは摘みたての茶葉石畳の階段登ったら手のひらに空がぽかり浮かんだ。赤い宝石連部の誘惑一口噛んだら広がる虜覗き穴から石壁の冷たさ泥の顔なしとパチリ目があったティオ帰ろう青い竜の背に乗ってするり星を通り抜けて満月に映る影ぼはい、ほっと一息台湾カフェ通信後半でございます。小山さん引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。デラザンもね、今年ステージの大きなスクリーンで上映されまして、小山さんが踊ってるシーン、メイリーで踊ってるシーン出てきましたね。あの社員の子は初めて見たみたいで、あ、メイリーだって言ってね、メイリーだって気づいたのに小山さんには気づいてませんでしたね、うん、さあ、というわけで、あの、もういいんですよ、メイリーの話は。うん、初日こそ時間があっていろいろ回れたと思いますが、何食べたんですか、台中市で。何も食べてない。食べましたよ。食べたっけ。何か食べたっけ。ドーファー食べたじゃん。あ、ドーファー。あと骨瀬のサンドイッチも食べたし、食べた食べた食べた、戦争ゼリーも食べましたよ。食べたね、忙しくて忘れてたわ。ちょっとスイーツ系ばっかり、あの近い、あとタピオカミルクティーも食べましたよ。飲んだ飲んだ、台湾ビールも飲んだわ。そうですよ、ちょっとあの飲食ブース遠くてね、あと並ぶから、そう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 、ちょっと多少あんまりチャレンジできなかったのがちょっと惜しいんです。私臭豆腐めっちゃ食べたかった、ね、あと終わってから気づいたんですけど、通信缶もあったの。 毎年あるよ。本当、うん、食べてみたかった。
あとあのトントンとこのニョロメも食べてみたかったしね。ね、まあなんね、行けばいいんよ。いただいたものですけども、しきさんかなのあのちまきも食べたじゃない。ちまきがね、めちゃくちゃ美味しかったね。ちまき好きだったわ、あのちまき。しかもめっちゃ大きかった ね。あれコスパいいよね。あれ2個もいただいてさ、一晩で食べきれないからあの2日後にも食べたんだけど。うまいね。美味しかった ね。皆さんちまき食べました？美味しいね。だから台中夜市はさ、本当にさあのエゴさしてもさ、美味しくないとかさ、見本と違うとか量が少ないとかさ、一、ね、個も出てこないんですよ、うん、出てこない。それすごいよね。ねえ、本当にすごい。だからあの主催者もね、台中夜市はピュア台湾って言って、本物の台湾を届けるがコンセプトでもあるから、ちゃんとできてますね、うん、そうなんです。すごいわね。本霊膳も優しくてね、小山さんがあのマヨネーズ苦手だからってマヨネーズのないやつを差し入れくださってね。そう、あるんだね、ちゃんとあるんです ね。ね、ブルーベリーのも入ってると思ってた私。あんまりあれ台湾台中で食べなかったんだけど、食べてこなかったんだけど、日本にあの出店してくださってからいただく機会が増えて、百貨店も一緒だったからさ、スタッフさんもそう、みんなで交換庫とかして、美味しいね。あれあの皆さん冷やして食べた方が私好きね。冷やすと美味しいよね。ってでも僕 あんま食べないんだけど。そう、私もさあんま食べなかったんだけどさ、あれ美味しいよね、うん、なんか癖になる。美味しいと思う。冷やすとより美味しい。あの甘いマヨネーズが冷やすとより美味しいんですよ。スイーツ感が増して、うん、そうマヨネーズ苦手だもんね、うん、いや、あ、うん、そもそも僕はね、そんなサンドイッチにこう感動を覚えたことがない。だからマヨネーズが苦手だからですって、うん、まあそうだね。そんな苦手な小山さんのためにマヨネーズ抜きのを作ってくれたっていう愛情を喜ばなきゃですよ。そう、あの愛情に喜んだわけですよ。そうですよ。そう、サンドイッチね。そう、そう、あとはあの同じ東京エコだから、あれだね、なんか4つぐらい層になってるじゃん、うん、あれがいいのかな、こう噛んだ時のムチッとした感じ、ね、そう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 ね、多分これが癖になるんだろうなって思いながら食べてた。で、あのちょっと甘じょっぱい感じとかね、マーガリン入ってね。あとはこれがみんな好きなんだなっていうのを感じながら食べた。あとは、うん、お隣の同じ東京からの出店で、これもあの1年目から出店してるランチェさんのタピオカミルクティー、黒糖タピオカミルクティー、これもいただいちゃいましたね。あれってミルクティーなの？タピオカミルクかな。タピオカミルクじゃないかな、ティーじゃなかったと思うんだよね。私もタピオカミルクだった気がする、ね、だ黒糖タピオカミルクって書いてあったような気がする。そうだよね、うん、ティーじゃないなって思ってたから、多分ティーじゃないと思う。だから結構黒糖使ってて、あの、うん、ランチェさんのタピオカがうまいんだよね。そうなんだよ、ランチェさんのね、黒糖タピオカがね、美味しいんだよね。めちゃくちゃ、いつ飲んでも2杯かな、3杯ぐらいいただいたんですけど、毎回売り切れてるよね。あのタピオカがさ、ちょっとさ芯が残ってる時あるじゃん、よそのお店さんで。ある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 。1回もないんだよね。ないない、上手だよね。上手で、朝早くから誰よりも早く来てさ、朝早くからさタピオカを煮詰めてるからさ、ね、めっちゃいい匂いなんだよね。ね、そうなんです。7時に来て僕一番だと思ったらもう先にいたよ。7時にいたの？7時にいた。早いね。7時だっけ？7時だと思うけど。あとはひろみはあの1日目にね、クリエイターさんたちの作品大好きだから、エリーさんとか小籠包文鳥さんとかマハさんの本とか、あとはチンリさんのね T シャツ、エリーさんも T シャツとキーホルダー、チンリさんがあの台中夜市のね5周年記念イラストの、ね、と T シャツで、マハさんは本をゲットしまして、あとはお隣さんのね、なんかハンドメイドの台湾のキーホルダーゲットして、ホクホクでございましたよ、ね、そこまで見てないでしょう、うん、だから来年はゆっくり、もっとゆっくり見れるといいです ね。プレオープン あの1日目がチャンスですから、なんかもっと会場広くなればいいのに、あれ以上もう空間ないからね。今年もうぎゅうぎゅうで54店舗なんで、来年どうなるかなって感じなんですけど、ね、もうステージに上がるしかないよね、あの2年目、そうそう、2年目みたいにね、もう東京ドームでやったらどういうことなの、名古屋なのに名古屋の台中夜市なのにさあ、そんな小山さん、あの来年はどうします、同じ商品出す予定ですか？まあまだ先なんであれなんだけど、あのね、うん、ソフトクリームを出します来年は。台湾茶ソフトクリームね、機械を買いましょう。
あのなんだっけ資格取りましたからね。いいですね、ソフトクリームは出しましょう。もうこれからソフトクリームです。しょっぱい系で万が一あの来年はあのイベントの予算的に胡椒餅が出せなかったら何出します？しょっぱい系ね、困っちゃうね。ルーローハン出せないしね。ルーローハン出せばいいんじゃない。大変だね、お米だって炊けないんだよ。あそこできたやつを買わなきゃだね、業者さんにお願いして。あそこの会場お米炊くとかダメなんですよ。そうだっけ。そうですよ。だからあの名古屋に店舗のある皆さんご飯自前で持ってきてますから、確かそうだった記憶がするんだけど、変わったのかな。また来年に向かって頑張っていきましょう。ルーローハンの冷凍パックをとうとう販売始める、うん、冷凍パックはねあそこ売れないと思います。みんなその場で食べたいんで。はい、ダメだな。というわけでまた来年に向かって頑張っていきましょう。毎年この台中夜市で大きなあのイベントがあの最後になりますからね、1年通して頑張っていきましょう。おはい、まずはあの今回の台中夜市来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ美味しいものを思い浮かべながらこの曲です。星空レストラン、小山さん来月もお願いいたします。お願いします。フォークで絡めたらしょうもない悩みも空の向こう、ことこと煮えたつ鍋の底、地球の裏側つながって、どんな料理もお出しします、お品書きからどうぞ。回る巡る繰り返される、頑張るあなたのため召し上がれ、今日も美味しくいただきます。さあ、コザにまつわるイベントのお知らせです。台湾文化館月下老人が沖縄へということで、あの沖縄にはねたくさんの月下老人来る機会がありますが、またまた来てくれます。沖縄市中央 1-7-3 台湾文化館ですね。11時から7時まで空いておりまして、なんと月下老人の滞在は2025年の1月末までを予定しております。ぜひぜひコザにいらっしゃる皆様、月下老人会いに行ってください。縁結びのね神様でございますので、いいご縁がきっと結ばれますよ。ぜひ足を運んでみてくださいね。では続いての曲です。ひろみの曲で恋の歩幅。
決して追いつかない恋の歩幅、はじめまして、きっと知らない、キラキラ光る君の分身、そっと触れるだけで心が満たされて、ふわふわ浮かぶ夢を見ちゃうくらい虜、ポップシンガーソングライターひろみ、ニューシングル天陽心のふるさと好評発売中。古き良き友よ、また会いましょう。ひろみ台湾で検索。はい、エンディングは魔法の呪文に乗せてお届けいたします。さあ、たくさんの野外イベントが終えまして、ツアー真っただ中なんですけれども、先日中標別、北海道中標別でハラちゃんとのツーマンライブを無事終えまして、次はですね、今週11月の15、16、金、土は名古屋でライブをします。そして11月22日は東京の王子ゲストハウスミュージックラウンジ、そして翌日11月23日土曜日は仙台でライブをしてまいります。さあ、この1ヶ月でね、新しいシングル CD ペンニョ心のふるさと、ね、たくさんの方に届けることができたらなと思っております。皆さん、どこかでお会いできたら嬉しいです。お待ちしております。詳しくはひろみの SNS の方ぜひチェックしてみてください。そして年末の、年内最後のワンマンライブは12月の19日の木曜日、東京ゲストハウスオジミュージックラウンジで決まっております。こちらもぜひぜひお待ちしております。さあ、来月のマルトガジマウルは2024年最後ですね、12月の9日月曜日の夜8時でございます。本日お相手は台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみでした。また来月元気いっぱいお会いいたしましょう。おやすみなさい。バイバイ。